ミルクサッカーアカデミーの上間でございます。おー、ミルク佐藤です。さあ先生、今日の話題ですけれども、海外日本人選手の移籍の噂話。今出てきてるんですか？そうですね。そうなんだ。はい、まずもう先に1個だけ言ってしまえば、はいはい、あのもう決定事項の、もう決定したってかチーム加わりましたけど、はい、あのトゥエンテにいた中村圭人選手。が、シントトロイデンの加入がもう、ね、そうでしたね。なんだろう、あの安堵感といいますか、よかったなって思いましたね。えそうで、一応これあのなんでこれ先にポンと言ったかっていうのは、はいはい、この遺跡なんかいわゆるいろんな方からすれば、うん、まずオランダからベルギーってので格落ちじゃんとか、うん、結局シントトロイデンかよとか、ガンバ戻ってきたらいいのにとか、そういう声が多かったんですが、うんうんうん、ちょっと皆さんにあの情報のアップデートをしていただこうかなと思いましての。なるほどなるほど、はいはいはい。実はですね、はい、あのオランダからベルギーって聞いてちょっとレベルダウンって思っちゃうな、うん、それは仕方ないとしても、うんうん、ちょっと一昔前の感覚からするとそうか。そうそう、ただ、うん、トゥエンテからシントトロイデンだとこれあの実はレベルアップでした。はあ、なるほど。あのクラブ の, その市場価値ランキングとかそういう、はあはあ、そういうもので考えると実はレベルアップでした。なるほどね、うん、そうか、そう見るべきか。そうそう、はいはい。あとしかもなんでこれ起こったってかっていうと、あの、うん、オランダって20歳以上の選手になるといわゆる現地通貨でいわゆる5000、いわゆる日本円にすると5000万円くらい上げなきゃいけないんですよ。上げなきゃいけない、ああっていう決まりがあるわけですか、年齢で。そうそうそう。けどそれ払えなかったんですよ、もうトゥエンテ。あ、そうなの。もう資金的にやべえっていうのもあったので、うん、新たにレンタル選手にそんなお金払うわけにいかないから。それは先生ごめんなさい、オランダリーグの決まり、決まり、オランダ国の決まりではなく、まあ、国なのかもしれないけど、とりあえずリーグだと思います、これは。まあリーグだよね、おそらく、ね。ああ、そうなんだ。最低賃金みたいなこと。そうそうそう、はいはいはい。でそれがあったのでダメで、レンタルの場所を変えることになったんですが、ある意味実はこれはレベルアップになって、トゥエンテで中村圭人選手は不動のレギュラーではなかったですか？去年は不動というか主力であることに間違いなかった、はいはい、今年になって主力じゃなくなったんですよ。ああ、そっか。でもしかするとそれは布石だったのかもしれませんね、放出へのね。うん、じゃあシントトロイデンのがまあいいですよね。よかったと思います。だし安定のブランド、安心のブランドじゃないですか、我々にとって。そうですね、なんかそこにいてくれたらもう安心っていうか、育成が止まることはないじゃないですか、育成というか、はい、成長が止まることはないっていう、なんかね、その信頼、うちの子がそこに行ってんだったらいいわっていうね。うん、ちょっとある程度のね、本当仲間とかもいますから、ブライトとかなってのもありますし。なるほどなるほど、そうか、うん、はいはいはい、はい。でちなみにそのシントトロイデンから出発したね、うん、あの遠藤航選手は、はい、今シュツットガルトにいますけども、無事あのブンデス2部からの昇格が決まって、来年は1部での戦いを積むことが決定いたしました。よかった、それはよかった。でおそらくもうこちらはもう不動のレギュラーなので、まあ、来年もおそらくはまあブンデス1部のスタメンで見られることになります。いいですね、コンディションも上がっていくでしょう。はい。でここからでございます。はい。みんな大好き。うん。前田大然のコーナー。いや、あのね、先生、サムネに上がってる方たちがみんな大好きなんで、全部。確かにそうですね。うってなりますよ、それね。大然さん、大好きですよ。ねえ。まだ知ってます？なんで知らないです。大然も マリティムにいないんですよ。嘘でしょ？どこにいるんですか？いつから？わかんないです。え？なんか野良猫じゃないんだからさ。いや本当に。え？これはすでにはい、長野県のいろんな新聞とかでも出てますし、はい、ポルトガルの新聞にも出てるんですけど、うんうんうん、もう前田大然はマリティモのチームを離れてます。電柱に貼ってあるんですか？うちの大然探してますって。いやかもしれない。違うんですか？え？一応松本山田から特徴足が速いです、スプリントを繰り返しますじゃあ誰も捕まえらんねえや。可愛い顔で泣きます、可愛い声で大勢をもうまだ途中からシーズン中ではあるんですが、チーム離れてるんですよ、はい、あ、そうですか。で山形からのレンタルという形では行ったんですが、レンタルはもう打ち切りの方向で、なるので、もしかすると山賀に帰ってくる可能性はある。おお、はいはいはい、一旦帰ってくる。ですが、うん、なんで離れたかっていうのがまだ理由が明確になってないんですよ。ほうほうほう。
そう、どうやらなんか言ってきたので、もしかしたら家族に何かあって、さすがにちょっともう生活やっぱり日本でやろうかとか、そういうことになったとか。あ、環境面ってことか。うん、まあ、ああ、なるほど。まあ、こんなご時世ですからね、いろんな、ことありますよね、きっと。そうですね。ただ、もう一個可能性としてあるのは、はい。移籍先見つかった？え？ヨーロッパで？可能、うん、ゼロじゃないんじゃないって思ってます。おぉ、まあ、憶測の域は出ませんが、いろんな可能性をね、話すのは楽しいですね。そうですね。一応、6月じゃない、ごめんなさい。7月、もう仮にもう日本に戻ってきてたとしても、はい。日本で登録できるのが次7月の末からなんですよ。そっか。まあ、なんで、もう実はもう戻ってきてて、それに備えてるって可能性はゼロではないかな。なるほど、なるほどね。はあ、はあ、はい、で、もしかすると、それ以外では、まあ、多少、ほんと 10%、20% ですけど、うん、海外の他の移籍先が見つかってっていうパターンもゼロではないのかな。なるほど。うん、おお、ちょっと今月末以降の大前の移籍先がどこなのか、情報入り次第でちょっとよろしくお願いしますよ。よろしくお願いします。はいはいはい。そして似たようなところでいくと、うん、みんな大好き、長友佑都。ちょっといいえ、そこかぶせてくださいよ先生。チャンスですよ。だってみんな大好き言ってくれたから。ああ、そうかそうか、はい、分かりました。先生から欲しかったですよ本当。ああ、そうかそうか。はい、長友さん、長友さんは、はい、ちょっとまあ難しい立場にあった半年間でした。まあ、11月からかのところで、ガラタサライにまあ新しい、いわゆる外国籍選手がたくさん入ってきたことによって、はいはい、長友選手は後期の登録メンバーから外れてまして、練習だけど試合には出れないという立場にあったんですよ、ね。なるほど。さすがにそんな状態だったので、これはいつからその状態だったんでしたっけ。今年の1月からです。ああ、そうですよね、はい、はいはい。でそれもあって、長友さんは今シーズンもってガラタサライの対談が決定しました、うん、はい。なんでもう来年トルコにいることはない。ああ、なんかでも非常にいい映像がいっぱい上がってきてますね、 SNS ね。サンキューガラタサライいつまでも心はあるという、 なんかこう思い出の VTR、うん、そしてチーム側も出してますよね。そうなんですよね。ユートは偉大だったと。でチームメイトのコメントも全部出してるし、ね、いい笑顔の写真もやっぱ愛されてたなっていうね、すごいね。そんな長友さんなんですが、はい、ちょっと獲得に本腰を入れてるチームがどうやらあるようです。あら、どこ、海外、国内、どっち。国内もさすがに出してると思うんですけど。あ、国内はまあどこだって欲しいわね、そらね。欲しいもの、海外だ。イタリーです。うわ、イタリー。あら、やっぱインテルの長友が今不利になったと、また聞いて、うん、そのチームが、はい、ベネベント。ベネベントというチーム。ベネベント一部じゃないの、正確に言うと。今は、うん、今は二部。あ、上がるんだ。はい。いやー、いいね。あの時のチェゼーナみたいな感じ。そう、あの二部で今年、うん、尋常じゃない成績叩き出して優勝なんです。おお、なんか、なんで資本投入されたかなんか。いや、どうなんでしょう、ね、ただ、今年イングランドのチャンピオンシップとかもそうなんですが、はいはいはい、結構、2部が混戦してるってのはあったんです。ベネベントだけ今、ちょうどこの収録時点では32試合終わって、23勝7分け2敗、うん。強いね。強い。で、うん、2位のクトローネが9敗してるので、うんうん、リバプールとマンチェスターシティぐらいの差があるんですよ。はいはいはい。これぐらいのもう別格のレベルで勝ち上がってくるベネベントが今長友佑都に注目してるみたいで。いいじゃないですか。だってまただから人気もあるし、ブランドだもん、取るべきだよね。ね、これはでかいと思います。お、またいいね、これは。でもそうするとね、うん、三平もイタリアだったらフード合うかもしれないし。可能性ありますね。はい。でもこれで長友、はい、富安、はい、吉田と日本代表のディフェンダー組がみんなセリエで見られるっていう。あ、うん、すごい。守りの国で、ね、守りの国で日本人ディフェンダーたちがだからたたわれてるって、ね。いやー、いいですね、うん、あ、これは楽しみ。また明るい話題が、ね、でおそらく吉田選手はサンプドリアに行くと、はい、サンプドリアそのままいるんじゃないかっていうのが。あ、はいはい、で富安選手はボローニャなのか、もしくはイタリアのやっぱちょっと上のチームに行くのか。いやー、これセリエ、あー、もうこうがぜん盛り上がってきましたね、日本人の中でも注目度が。さすがマワさん、そんなこと言ってくれましたね。もしかして先生、
もう一つ次の、はい、最後に、竹野久保地先生、みんな大好きでしょごめんなさい、忘れた。もうちょっとただ言葉変えていいですか。はい、世界中が大好き、竹野久保。ありがとうございます。勢い余ったね。いい、素晴らしい。あ、なんかまことしやかに言われてるあの話ですけど、その話、はい、ええ、今どうやら、まずちなみにで言うと、はい、30チーム超、はい、竹野元にラブレターを送ったと。30チーム超すごいね、うん、うわー、モテモテ。今行われていることが、あの裏裏で、あの、はあ、オークション的なことが行われてますね。はー、ヒファール数を稼いだ結果、ヒオファー数も上げてるってことね、今データ的に言うと。そうなんですね。まあ、ちなみに、あのこの間我々はあのレアルマドリード戦とかバルサ戦とかそこら辺の動画とかもちらっと出したりしましたけど、はい、先日アトレチコマドリード戦がありました。うんうん、もうあのもうデータとか言わなくていいやと思ってます。あ、そうなの。過密の中大活躍してね。そっか、分かりやすい絵的なね、抜いてく様とかも素晴らしかったですね。そう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 、あとちょっと面白いなと思ったんで、あの現地紙 の、 あの見出しだけいくつか私持ってきました。あ、はい、スペインの。これ言えば分かると。はい、アトレチコのね、現地紙ね。はい、なぜ久保がうちにいないんだ。はあ、いい記事だわな。サッカーの街マドリードがそんなこと言っている。はい、うんうん、そうそう、ああ、なんでレアルの所属なんだと、マジョルカに今いるんだと。はい、あと こういうのも、ええ、彼は金で買えることはできない。じゃあ金で買えることができないならば、我々は彼に何を差し出せばいい。何それ、最高級の産地じゃないですか。そうなんですよ。なんじゃそりゃと思って。素敵な、そういう記事なんですね。トースポではなかなか見たことない文体ですよね。そう、ちょっとなんか風刺とか、なんかそういうなんかね、おしゃれなね、おしゃれな感じで。ああ、そう、そのぐらいなんだ今。なんかこう、我々もその日本で例えば J1、J2、J3 あって、はい、その中で例えば MVP クラスの選手であっても、うん、90分間通してその選手がずっとすごいってシーンってあんまないじゃないですか。はい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 。これは海外見ても、例えばバルサ対レアルとかの試合見ても、うん、じゃあメッシが90分間輝いてるかって言われたら、ぶっちゃけそんなことない。もちろんそうですよね。ただこの間のアトレチコマドリード戦は、うんうん、誰がどう見たって90分間タケが輝いてる。はー、これはちょっと見返してみたい。そうですね。あ、そうだったですか。あの、しかもこれまた面白かったの、よくあの夕方でね、はい、付けっていう表現を私するんですけど、うんうんうん、この試合は結局アトレチコには 3-0 で竹というかマジョルカは負けたんですけど、はい、すごかったのがね、うん、相手、あのマヌエル・サンチェスって左サイドバックの選手がいるんですが、対面の相手ですよね。そうですね、はい、と竹はずっと戦うことになるんですけど、うん、はい、マヌエル・サンチェスが竹止められなかったんですよ、うんうん、でそれに対して途中でもう、あの他の選手もちょいちょいついてくるような感じになって、1対2とか1対3やるようになったんですが、それでも竹が勝つんです。すごい漫画みたい。はいはい、で途中であのウルグアイ代表のセンターバック、うん、ヒメネスさんが出た、ブチギレるんですよ。アトレチコといえばブチギレたわけですか。てめえ何回抜かれてるつもりだみたいなこと、仲間たちに。そうそう、はい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 。でちょっとその左サイドバックの選手もちょっとシュンとしていく。ヒメネスさん怒ってはるでと、あかんかん、みんな頑張ろうやと。だいたい60分でその選手変えられるんですよ。うんうんうん、懲罰交代ですよ。なるほど。もうダメだ、機能してないっていうのが、辛いお腰がと。そうそうそう、で結局その後で監督も途中でもうブチ切れたりだとかっていうようになるし、うん、あいつはなんだみたいな感じになって、ね、うんうんうん、それがもう、ただ残念だったのは、竹はもうボコボコにやってたんですけど、はい、それとも竹の元にボールが来ないようになっちゃったんで、アトレチコの方法もそれしかなかったんですよ。あ、そういうことできるからね、サッカーの、それはあるし面白いところだけどね。そうそう、ああ、供給を切っちゃうということでね。そうなんですよ。うん、そしたから、まあどうにかアトレチコになって、まあ、3-0 で終わったのはあったけど、なるほど、結局はただアトレチコは、あの竹房久保っていう選手には負けたっていう状態のまま試合が進んだっていう。あ、はあはあ、それはもう市場価値も、それは30チームも来るでしょう、それは。アトレチコが欲しがるということは、欲しがるということは。しかも、あと、これはちょっとかわ、うん、これもちょっとかわいそうだなと思ったのが、はい、アトレチコ側には、あの、一人ね、若手の素晴らしいジョアン・フェリックスという選手が、はい、まあ、見る分かれ勝つ動画も上げましたけど、いるんですが、はい、はいはいはい。彼が本当にこの試合特に何もできなくて、なるほどね。
彼もいわゆる懲罰気味にというか、もういらんって言われるような形で交代させられたんですけど、なるほど、ベンチに引き上がってく、下がるときにもう、ユニフォームをこうペシーンとするような感じ、あら、ペシーンとしちゃった、うん、あ、そう、そう、そういうシーンだとかもあったりだとか、これ、移籍の話に行くんですよね、これで、そのぐらいの久保選手が。そう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 、ってことですよね。ちょっとアトレチコ戦の分析、ちょっと改めてなんか喋ってほしいな、どっかで。どっかでやりたいです。でもまた次の結果出ちゃうんだよな、もう。そうなんですよ。おうおうおう、それがあったんで、しかも次またね、日本でのその J1 のこととかもパッと出てくるから、久保さんに関しては月刊竹房久保みたいなことやりたいなと思ってて。うわ、なるほどね。月刊サマリーを。うん、そのどうしたらメディアさんとかでも1試合に対しての分析はやると思うけど、はいはい、月間でどうだったかとか、流れでね、流れでね、わーすごい、それはちょっとかつてない日本のね、選手の輝き方を余すところなく、あと、3パターンに分かれ、3軸分かれると思ってちょっと先生、移籍の話待ってるってことだけ忘れないでくださいね、みんなが今忘れてた夢中になってありがたいですけど、まあ、竹の話はじゃあまた後で行きましょう。月間久保竹房でお会いしましょう。そうですね。はいはい、ありがとう。やります。そんな竹が、イタリアってこと？ミランなんじゃないかってのが今。うわー、まことしやかに言われてますけど、わー、もう想像してますよ、僕、ユニフォーム着てる姿。理由を言うんですけど、もともと現地法とか国内でも騒がれてましたが、はい、レアル・ソシエダなんじゃないかってことが本腰だったんです。それが一番ね、最右翼と言われてましたね。そうなんですよ。ただ、はい、一つ理由があるんですよね。はい、竹が次レンタルで行く場合って、うん、ヨーロッパリーグ、いわゆる EL またはチャンピオンズリーグ CL ですね、うんうん、どちらかに出場できることがどうやら理由になってくるんですよ。条件、レアルもそこをしてほしいってこと？そう、うん、本人もね、そりゃそうだね。そうで、中断期間前だとレアルソシエダは EL 圏に来たのでよかったんですが、うん、おー、なるほど。やっぱり中断終えて以降、やっぱいろんなチーム出てくるんですよ。やっぱ調子良かったチームが悪くなったり、悪かったチームが良くなったりとかいろいろあったんですが。なるね。危ねえってことだ。そう、悪くなっちゃったチーム。あー、そっか。で、さらになんとウーデゴア負傷。ウーデゴアは今ソシエダにいるんだっけ？はい。で、負傷しちゃったんですよ。はあ、はあははあ、で、レアルに戻れないかもしれない。戻らないかもしれない。ソシエダに残る。本人戻りは残ります。ソシエダにね。ソシエダに残ります。ということは枠が開かないかもしれない。ということで今回そういう話になってるってことね。ちょっと急ぎましょうか、先生、長くなっちゃうから。そうですね、うんうん、しかもソシエダが、EL 圏にいないんですよ。わかりました。はい、そうです。なんで今は EL 圏 CL 圏にいるミランが今ちょっとヒット候補に上がる。これは嬉しいじゃないですか、本田圭佑選手以来のね。ミランってドンナルンマもいりゃ有名なチームだから、ホンダの時に想定するのアジアマーケティングがうまくいったから、久保も取ったらその分だけお金回収できるって考えあるでしょ、ね。ただ先生、これね、順調な成長でレアルに戻ること考えたら、これリーが離れていいのっていう感じもあるんですよね。また違うサッカーなわけでしょ。順応するしないもあるし。一応そこで言うと、なんとセビージャもオファーをかけてます。セビージャ、セビージャの方がいい気がしますよね。ね、あとは、でもこれを機にアトレチコがね、今度話しかけてくる可能性もあるでしょうから。そうか、アトレチコってでもドリブルさせてくんなそうじゃん、なんか。そうなんですよね。なんかね、ブロック組んで一回しっかり守っていこうよみたいな。まあ ね、それはもう、でもそっか、それもまあなしではないけどさ。そうですね、なんでそこは最終的には多分竹に全てがこう委ねられると思うので、まあ、むしろそんだけあるからね、選びたい放題ではあると思うから、その中で自分が一番輝けるところを見つけてくることになると思うので、久保陣営としては選び放題なんだということですね。バチェラージャパンみたいな感じですね、今。バラを渡させていただきますみたいなことですね。間違いなくできるだけね、マジョルカを残留させるところに持っていければベストとして、まあ、シーズンずっとやってって自分の結果残して、じゃあ自分の今のプレースタイルに合うとかどこだろうなってことをきっと彼だったら探していくことになると思うので、まあ、ミラン含めてソシエダ含めてどこに行くのかも注目。なるほどね。風刺が書いてほしいな、サッカーの絵上手い人にね。みんなバラ持って並んでる、いろんなユニフォームが ね。でも久保は困惑してるんですけど、一番前にはそのきらびやかなミランのねユニフォームがあるんだけど、ね、久保の頭の中でレアルに戻りたいんだよなと思ってる。あるある、ね、風刺画が見たいですね。バチェラーの、バラ渡すシーンで、先生知らないか、バチェラージャパンね、見てください、面白いから。雰囲気だけ知ってる。そういうこと、そういう感じですね。はい。なるほど。
いやーそんな感じでございました。人気者のお話をね、20分でいただきました。ありがとうございました、先生。ありがとうございました。ワクワクしてまいりましたね、やっぱり。やっぱ当然リーグが始まるとこういうね、遺跡の話も盛り上がってくるし、ね、動きますね。未来の話は面白い。はい。ね、素晴らしい。ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、月刊久保建英先生、これすげえ楽しみです、私。やりたいと思います。ね、はい。月刊長友佑都、そしてね、週刊前田大然もやっていきましょうね。いや、ゴスティーニみたいに。そうですよ。第1号は得点、そうですね。スパイクのポイント、右先、右つま先がついてくる。ね、ティアゴスティーニ。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで先生、今日もありがとうございました。ありがとうございました。サッカーアカデミーコーナーおりまして、いろんなサッカー情報、レビュー、プレビューも J リーグ含めて海外もやっていきたいと思います。ぜひ登録してください。で、高評価ボタンも今ポチッとお願いできると嬉しいです。井上真でした。ノーミルク佐藤でした。ありがとうございました。皆さん、それではまた、今日もいい日に。